どうもこんにちはどんこめです今日はいろいろとニュースが多いのでダイジェストでお送りいたしますイオテグループが完全週休,休3日制を導入することを発表しました対象者はグループの全従業員とのことで電車バスの運転士なども対象となるようです土日休みだった人は毎週水曜日が新たな休日となり電車バスの運転士については週休3日が選択できるシフト勤務が新設されるとのことです これにより、年間休日は170日超9月には試験運用を開始し、10月からは完全移行する予定とのことです。果たしてトラブルなく移行できるのか、また、これに追随する鉄道・バス会社が現れるのか、注目の取り組みですね。続いては、JR 九州・日田彦山線、2017年から災害により不通となっていましたが、BRT 彦星ラインとして生まれ変わり。 本日28日に運転を開始しました。先日の大雨で開業前に路盤が流出するなどトラブルもありましたが、無事予定通りの開業に間に合わせることができたようです。鉄道時代よりも所要時間が増えてしまいましたが、新たにバス停が多数新設されており、きめ細やかな需要に対応できるようになっています。続いては宇都宮26日に開業した羽。芳賀宇都宮 lrt では多くの利用者が集まり、今日28日は。 平日運転の初日を迎えました宇都宮駅へ向かう利用のほか、工業団地方面への両方向の通勤需要を併せ持つ路線であり、定時運転や混雑度合い、あるいは日中の利用状況など、気になる要素が多数ありますが、列車の遅れ以外では、今のところ大きなトラブルは起きていないようです。今後後は jr 宇宇都都宮宮駅駅を挟んだ反対側市役所東部宇都宮駅方面への延伸が計画されています最後に ストライキ関連です。百貨店のそごう・西部労働組合は経営側に対し、ストライキの予告通知したことを明らかにしました。31日に実施となれば、百貨店では約60年ぶりのストライキとなる見込みです。名前に西武の文字が入っていますが、現在は鉄道などの西ブホールディングスとは経営関係はなくなっており、コンビニなどで知られるセブンアイ・ホールディングスのグループ参加になっていました。しかしか昨今のの経営悪化の状況から セブン側が売却を発表これに対して労働組合側が説明不足だとして反発している状況です今後も新しい情報が入り次第お伝えいたします